第日本愛国党は日本の政治団体。日の丸革新主義、反共主義、愛国主義を掲げる。党の初代総裁は赤尾里氏。GHQ による公職追放解除直後の昭和26年に赤尾が結成。各種選挙に積極的に候補者を立て、すべて落選しているが、これは突き合わ橋で毎日を行っていた。 街頭演説を公職選挙法の規定で途切れさせたくないという理由からだった。政治腐敗、社会矛盾を求断し、市政の零細企業経営者から与党政治家まで幅広い支持者を得た。休防の中で参議院議員通常選挙、東京都知事選挙への出馬を繰り返し、最大13万得票するなどを検討した。赤尾は社会主義者からの転向である。 天皇震災の下での生産手段の公有財産化を主張していたほか、右翼思想の解釈に不敬発言があると評する者もいる。戦前の衆議院議員時代から反共主義、反ソビエトの立場から対アメリカイギリス海戦に反対し反戦演説会を開くなどした。北方領土問題については南カラフと全地島列島が日本固有の領土であると主張した。 ファシスト呼ばわりするものもあるが、赤尾の思想は、民族純粋主義のような、偏狂なものではなく、日本が完全独立を果たすまで、あくまで、つなぎとしての新英米路線を掲げていたとの見方も、ある。自身を、放末候補扱いするマスコミに、一貫して、ことを唱え続けた。放末と書いた朝日新聞には抗議している。また、自宅検討本部に、明治天皇、 シャカムニソン、イエス・キリストの肖像画を掲げ、政権放送では自らを殉教者になずらえ、キリストの他に、日蓮の名を挙げていた。赤尾の死後、敵であった、公安刑事の一部から、過激ではあったが、死勢の人という評価を得る。浅沼稲次郎暗殺事件を起こした、山口音や島中事件で知られる、小森和孝はいずれも大日本愛国党に所属していたが、 それぞれ事件直前に脱同している。第二本外国党は、浅沼暗殺事件の翌月の1960年11月、破壊活動防止法の調査対象団体に指定された。第二本外国党の初期長を務めた、ヒッポヤスシサダは、複数回のテロ事件を起こした。1972年3月22日、羽田空港から中国へ出発しようとしていた。 衆議院議員の藤山愛一郎二流さんをかけようとして逮捕された。さらに1975年6月16日、日本武道館で行われた佐藤栄作元首相の国民葬の席において、当時の総理大臣だった三木武雄の顔を殴打する事件を起こした。三木は倒れ込んだものの大きな怪我はなく、国民葬は予定通り進められた。なお、 三木夫人の息子は第二法外国党総裁の赤尾、聡氏と兼ねてからの知り合いで、事件後に睦子は赤尾聡氏に対して直接抗議をしたという。三木には警視庁の警察官が護衛として配置されていたが、やや離れた場所にいた上に、三木の進行方向ばかりに気を取られ、犯行への対応が遅れた。このため警視庁は新たな用人警護の組織を作ることになり、 三ヶ月後にセキュリティポリスが創設された。一般市民に対しても、抜群の知名度を誇った、ビンの死後、第二本愛国党は総本部系各団体と中間派、それ以外の三派に、互いに関係を保ちつつ分派。帰還し、愛国新聞の発行人はビンの未亡人、赤尾文江に引き継がれたが、ほどなく休館している。現在の総本部代表はビンの長男。 赤尾道彦であるが、道彦自身は、外線活動も選挙への候補者擁立も行っていない。また、文京区大塚にあった瓶の自邸は取り壊され、現在は駐車場になっている。名の赤尾由美は、アルミニウム加工会社、赤尾アルミを経営しつつ、2017年第48回衆議院議員総選挙に、比例東京ブロックから日本の心公認で出馬するが、 落選した。その助けきわしでの演説中、天皇を利用せねばならん。天皇でさえ、庶民のためにあると述べるなど。ゆい正さほか、日本近代人名辞典、遊国のドンキホーテ赤尾里氏、山手書房1983年、P94、右翼運動用乱戦後編日韓道通信社、1976年、P157、 朝日新聞1972年3月22日、夕刊11面。ありがとうございます。